ライチャスブラザーズライチャスブラザーズはアメリカ合衆国のデュオ。いわゆるブルーアイドソウルの代表格で、1960年代に、振られた気持ちや弾手を、引きアンチェインドメロディなどのヒット曲で有名。2003年に、ロックの殿堂入りを果たした。ビルメドレーとボビー・ハットフィールドの二人は、もともとは、パラモアズのメンバーだった。やがて二人はデュオを1962年に結成し、 1963年にデビュー。ライチャスという名は彼らの歌を聴いた黒人が正しいソウルがあると感想を述べたことによりつけられた。その後、フィル・スペクターらが設立したフィレスレコードに移籍し、1964年に振られた気持ちが全米1位を記録。1965年にはアンチェインドメロディが全米4位まで上昇した。 1966年、今度はバーブレコードに移籍し、そこでもソウルインスピレーションを全米一位に送り込むと、ヒットを放つが、やがてビルが独立し、解散状態となる。1974年に再結成され、ロックンロールヘブンをヒットさせるが、その後しばらく第一線に出ることはなかった。ビルメドレーは歌手活動の他に、 テレビ番組の司会なども務めていたが、1987年、ビルメドレージェニファー・ウォーンズとして、ザ・タイム・オブ・マイ・ライフをヒットさせた。映画、ダーティ・ダンシングで使用されたことが大きかった。2003年11月5日、ボビー・ハット・フィールドが、麻薬のオーバードーズで惜しくも死去した。ありがとうございます。